海の底からやってきたゲソの使者パクチーでゲソ。はい、今日はねインフェルノについにバラシュナがね来たでゲソね。これ物理でねちょっとやっていこうかと思いますんで、まあ、物理ねあんまり行く機会ないと思うんですけど、今回ねインフェルノだったら何でも楽しめると思うんでゲソ。ゲソっていうの忘れちゃった。なのでね、挑戦していきたいと思います。ついにねメンバーが集まったでゲソ。これはねもう楽しみだったんですよ、楽しみだったんですよ本当に。このねあの物理で行くっていうのがね本当に楽しみで、ずっと待ってたでゲソ。さあ行くでゲソ。呪文倍キルトで自分に倍キルト行くでゲソ。さあ魔法の耐性も何もつけてないでゲソよ。さあこっからパラライズシャワー、誰がパラライズなのかさっぱりわかんないでゲソ。とりあえず後出しじゃんけんで行くでゲソ。あ、これ食らったでゲソ、これ食らったでゲソ。あ、でも一回大丈夫だったゲソ。呪文跳ね返した、凍てつく波動、凍てつく波動で、さあ物理で行きたいけど、ここでまた箇所を食らいそうでゲソ。ジャッジメントダーク、ジャッジメントダークは前に行くでゲソ。全然物理入んないでゲソ。とりあえず後半まで、レッツゴー飛ばすでゲソ。ようやく黄色になったでゲソ。しかもここで気づいたでゲソ、物理難しいでゲソ。何気に後出しじゃんけんしてもすごい過小でやられちゃうでゲソ。とりあえず後半に続く。アーカになったでゲソ、噛んじゃったけど。いやこれねあのね物理ねやっぱ普段行かない職だから何やっていいか全然わかんねえ。でこれ一応馬液入ってんだけど波動解放と闇のベールが入ってないと本当にダメージ与えられなくて、そうこれね、あとはあれだね、あやべぺったんこになっちゃった、ぺったんこになったでゲソ。本当にね正直ね今7人で戦ってるようなもん、7人でそう打ち抜かして本当申し訳ねえなって思って。うちのね今回の役目は凍てつく波動でゲソ。さあこっからなんとか頑張っていくでゲソ。デルメできた、やっぱね魔法構成なんだわな、やっぱ魔法構成なんだわな。多分やり方を間違えなければ物理でも全然いけそう。でも物理で1回8人でやってみたいですね、やってみたいでいけそう。さあどうしよっかな。うわもうちょっとでいき、うわーパラライズシャワー、変な出方すんだよな、変な出方すんだよな。これなみんなでこうじゃないかな、難しいわな、これ難しいんだな。さあいけ、分散パクチー、パクチーは死んでもいい。あ、待ってミス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 、弱え弱え、弱いでゲソ、やられたでゲソ。こういう時はもう仕方ないんで、いやーやっぱり魔法でくればよかったでゲソ、魔法でくればよかったでゲソ。でも物理でなんとか、これはきっとパクチーが良くないでゲソね。これさあハデスの宴して波動解放するでゲソ、波動解放してそして攻撃していくでゲソよ。さあ8もやばい、ぺったんこになるんじゃないか、大丈夫でゲソ。後出しじゃんけんだけどそんなの関係ねえでゲソ、50しか食らわないでゲソ。さあもう一回いくでゲソ、みんな死んでる、死んでるでゲソ。ちょっと世界中の葉っぱ使いに行くでゲソ。さあそしてここから煉獄さん、いけいけ50か、ジャッジメントダーク、ちょっと待った、これを使うでゲソ。 すごい歌唱が来たらやばい、すごい歌唱が来たらやばい。ダークマター、ダークマター、あーい8も8もキャラが崩壊してる、闇のベール使えてていけそう。
うわ、こっち見てるでいけそう。怖いでいけそう。うわー、なんか、いけ !200、ようやく闇のベールぶち込むことで、ようやくダメージを与えられるでいけそう。うわ、過小極門化してきたでいけそう。ジャンプしたでいけそうよ、ちゃんと。さあ、ここチャンスタイムでいけそう。さあ、アデスの宴で攻撃しながら回復するでいけそう。シールドバッシュ、シールドバッシュ。さあ、そして煉獄さん入れたいけど、あ、いける、煉獄さんいける。あ、とどめ刺した、とどめ刺した。どうもありがとうでいけそう。ああ、いや強すぎんだろマジで。あれ物理大丈夫か。あ、やべえ、始まってる。やばい、キャラ崩壊してるでいけそう。いや、めっちゃ強かったでいけそう。本当に。あのね、物理ね、バイキルとしてね、攻撃入んねんだ、攻撃が。で、波動解放して闇のベールして初めて本当に1000与えられる状態。で、魔法戦士の、フォースブレイクが入ってもう大爆発よ。ほんとそんな感じ。物理難しいでいけそう。だけど、これ挑戦する、あのね、楽しみとか醍醐味はあるね。なので期間中に8人でやってみたいと思います。まあ僧侶に魔法戦士に、であと魔剣士が舞踏家とか凍てつく波動できるね感じの、メンバーでやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。もう最後こんな、もう深海の下に戻ってきたでいけそう。深海の酒場でもう飲んだくれてるでいけそうよ。もう本当にもうずっとこんな感じでいけそう。それでは今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではどうもありがとう。あーい。